行列入門。行列では0でないのにかけると0ということが起こります。まずはその実例を見ましょう。この積を計算してみると。このように全ての成分が0、つまり0行列になります。A b、それぞれは、0行列ではないけれど、かけると0行列になることがあるっていうことですね。0行列は、下方においては、数の世界の0と同じ働きをするのですが、情報においては、数の世界と異なるわけです。さて、このように、0でないのに、積が0になる場合、その、元々の a と b を霊因子と言います。 そして、左側にある A を左レインシ、右にある B を右レインシと言います。また、行列の情報は交換法則が成り立たないので、情報の順序を入れ替えると、霊行列になるとは限りません。実際、ここの2つを左右入れ替えて、積を計算すると、霊行列にはなりませんね。 それでは、どういう時にレイン子になるのかを考えてみましょう。行列 A に対して、その右側のレイン子 X の成分が、A の成分とどういう関係になるかを考えます。その際、行列 A 自体にも何らかの条件がつくのではないか、ということが予想されます。では、まず、 席を作りましょう。で、これが、0行列になる、ということです。ここで、行列 X の成分を未知数とする、連立方程式を作ります。X と Z が、第一列だけにあるので、これで、一組の連立方程式、かっこ、あ、Y と W が第二列なので、 これで、もう一組の連立方程式、カッコ、イになります。それでは、これらを、クラメルの公式で解いてみましょう。まず、カッコ、ア、イとも、係数行列は同じなので、その行列式、デルタは、次に、かっこアにおいて、 x の係数を右辺の00に置き換えれば、デルタ x は0、z の係数を右辺の00に置き換えて、デルタ z も0、括弧、意味を置いても同様に、デルタ y, デルタ w ともすべて0です。よって、クラメルの公式により、デルタが0、 で、なければ、すべてゼロになり、これは、行列 X が0行列になってしまうので、零因子としては不適当です。このことより、行列 A の行列式、デルタがゼロでないときには、零因子は存在しないことになります。よろしいですか では、次へ行きます。デルタが0の場合は、どう考えたらいいかというと、デルタが0の場合は、分母には置けないので、デルタで割る前の、この形に戻して考えます。こうなると、行列の問題というより、方程式の理論的考察になります。今必要なのは、 x, y, z, w のうち、少なくとも、一つがゼロでない解になる条件です。先ほど見たように、デルタがゼロでないときは、すべてゼロになってしまうので、まず、デルタがゼロである必要があります。必要というのは、必要条件という意味で、これで十分とは言っていないので、さらに条件を重ねていく必要があります。 さて、この状態では、x, y, z, w は、何でも良いことになりますが、すべての行列が、レ因子になるはずがありません。やるまでもないと思いますが、一応、実際に確認すると、行列、a を、とすると、デルタ、つまり、この行列式の値は、0になるので、 必要条件は満たしています。で、行列 X は何でも良いということで、例えば、とすると、その席、は、明らかに、例行列にはなりませんよね。では、もう少し、詳しく見ていきましょう。まず、 デルタイコール AD-BC マイナスがゼロ、ということは ABCD の間にこういう比例式が成り立つということですいわゆる外交の席と内交の席は等しいということが成り立っていますこれは行列 A の共動子あるいは列動子が 比例関係にあるということです。先ほど、何気なく、こんな例を出しましたが、これは、確かに、これらの比例式を満たしています。このような時は、元の連立方程式、かっこあもかっこいも連立の1行目の方程式を何倍化したものが、 その下の方程式になっているだけなので、実質的には、連立になっていません。従って、かっこあもかっこいも、1行目か、2行目の、どちらか、一方の方程式だけを見ればいいことになります。では、A、B、C、D について、細かく場合分けしていきます。まず、A が0でない場合は、 かっこ、アの上の方程式から、となります。また、かっこ、イからは、と、できます。ここで、Z と W は任意の値ですが、両方とも0というのは除きます。次に、A が0の場合、もし、C が0でなければ、二行目の方程式から、 と、できます。これも、z と w は、両方とも0、でなければ、任意の値を取ることができます。で、行列 x は、それぞれ、こうなります。で、これらの場合、行列 x も、第1行と第2行が、比例関係にあって、x の行列式の値は0になります。 皆さんで確認してください。さらに詰めていきましょう。A も C も0のとき、B が0でない場合は、X と Y の項はなくなってしまうので、X と Y は任意の値として、一行目の式により、となり、行列 X は、 となりますしたがって、x と y の少なくとも一方は0でないならば、0因子になります。そして、a も b も c も0の場合、行列 a は0行列ではないことになっているので、唯一残る d は0であっては困ります。すると、今度は2行目の方程式より、やはり、 ここに繋がります。細かく見てきましたが、一つ一つは後でゆっくり見直していただくとして、A が0でない場合について、具体的な例で例因子を作ってみましょう。まず、例因子が存在するためには、この行列 A の行列式が0である必要があるわけですが、ここはちゃんと クリアしています。そうでなければ、問題として不適切、ということになります。それではまず、ここにあるマイナス A 分の B は、A が4、B が6なので、マイナス2分の3で、行列 X は、で、Z と W は、共に0でなければ任意なので、例えば、 8とマイナス10とすれば、行列 X は、となり、これは、0因子のはずです。確認してみましょう。確かに、積は0行列になります。で、実は、行列 X を、 この文字のままで AX を計算してもちゃんと0行列になることは簡単に確認できます。それは皆さんにお任せします。つまり例行列は存在する場合には無数に存在するということが理解できますね。例因子について2次の行列に限定して話をしましたが 強烈式の値が0でないときは、霊因子は存在しない。ということは、3次以上でも、また、左霊因子の場合でも同様です。それでは、今回の授業はこれで終わります。